カルカの M1938 カルカの M1938 は第二次世界大戦にイタリアで開発されたボルトアクションライフルで1891年に設計されたカルカの M1891 の派生型として1938年に開発された第二次世界大戦以前までイタリア軍が使用していた正式小銃は 合計 6.5mm のカルカの M1891 が主力だった。しかし、1936年のエチオピア侵攻で、エチオピア兵と戦っていたイタリア軍兵士からの告げで、6.5mm 弾では遠距離から射撃してもエチオピア兵がなかなか倒れない、数発的に食らわしたのにラクダに乗って突っ込んできたなど、威力不足の指摘と改善を求められた。 イタリア軍上層部もそれを聞き入れ、新型小銃の開発に乗り出した。ただし、エチオピア進行時のイタリア軍は、連度が低く、相対距離が狭まってくるにもかかわらず、照射区を調整しなかったなど、伊ての技量未熟に起因する命中率の低さが苦戦の原因であり、銃の威力と性能は直接の原因ではなかった、と後に分析されている。開発にあたっては、 まず威力と射撃性能の向上が要求された。しかし、機関部に関しては変更はなく、6.5mm 弾と同じ空圧で撃つように計画された。弾丸は 6.5mm 弾をスケールアップした 7.35mm 弾が採用されたが、創薬の燃焼圧力が以前のままなので初速が下がり、弾道はよりドロップ、沈下することとなった。そこで弾丸のチップ、 先端部分にアルミを使用し、重量を 6.5mm 弾と同じにするという方式を取った。弾丸の先端が軽いので弾丸の重心が後部に偏り、命中すると弾丸が横転することで、対人殺傷能力は向上した反面、走行目標に対しての威力が低下することになった。使用弾薬の後継変更に合わせて、各部を改め設計した以外は、 重本体の構造はカルカの M1891 とほぼ同じだが、M1891 に対する全長が長すぎる、長すぎて、取り回しが不便という現場の不満から全を短縮したカービに様式とされ、全長は M1891 の 1290mm から 1020mm と大幅に短縮された。また、照尺が簡易な固定式に変更されたため、 命中率は期待できなかった。こうして、新型小銃の使用は、一応の完成を見たが、M1891 が大量に配備されていたことや、第二次世界大戦の始まりなどが重なり開発は、延々と進まなかった。上層部では、新型のライフルを開発するより、M1891 を、ボアアップするべきとの意見も出たが果たせず、イタリア軍は、基本的に、 合計メートルの m 千八百九十一で連合軍と戦う羽目になった。採用年度は諸説あり不明であるが正式名称が m 千九百三十八であることから本銃が計画された千九百三十八年が最も有力である。m 千九百三十八にはバリエーションとして木製前床部分を重心の途中までにして 折りたたみ式スパイク銃剣をつけた短期兵銃型があった。実際の戦闘に投入された結果、不評用小銃としての対人戦闘においては全く問題ないとされたが、走行車両や戦闘機に対しての戦闘も多かったため威力不足が問題となった。部隊への配備にあたっても戦争中に規格が異なる2種類の弾薬を使用することは 補給兵坦と装備の管理を混乱させ、実用上の問題を多々発生させることとなった。そうした中、カルカの M1938 の使用弾薬を 6.5X52mm に変更したカルカの M91-38 も開発された。しかし、結局、M1938 は弾薬も含めて、戦時中は生産数も少なく、わずかに配備されただけで、 1943年9月にイタリアは連合軍に降伏することとなった。約94,500丁のカルカの M1938 がフィンランドに送られた。現地ではそれらはテミキヘイジューの名で知られた。それらは冬戦争1939年から1940年の間、主に警備部隊と兵站部隊で使われた。いくつかの前線部隊では、 兵器不足の問題があったが、フィンランド兵はこの小銃を嫌っていた。7.35X51mm という、標準的でない光景の弾薬を使用するので、前線部隊への弾薬補給の維持に問題があったことと、リアサイトが調整不可能な 300m 固定小銃なので、様々な距離で正規する、遭遇戦での精密射撃に用いるには、全く適していなかったからであった。 また、フィンランド兵はこの弾薬が標的に対して散布界が広すぎることにも不満があった。いつでも可能ならば、フィンランド兵は戦場で露飼した兵器を使用する方を好んだ。それには敵であるソ連の標準小銃であるモシンナガンも含んだ。少なくともモシンナガンには 7.62EX54 メートル MR 弾を使用できる有利さがあった。 継続戦争が勃発したことによって、フィンランド陸軍首脳部は残っている M1938 を、対空用、沿岸防衛用、その他、第二戦0民間防衛部対応として、フィンランド海軍に譲渡した。第二次世界大戦後、フィンランドは残った約7万4000兆の M1938 のすべてを売却した。イタリアの降伏後、倉庫には、 多くのカルカの M1938 が眠っていた。その大半は各国に転売され、特に10マニアが多いアメリカに輸出されていった。そして、この M1938 のバリエーションであるカルカの M91-38、M1938 の 6.5X52mm 弾仕様は、第35代アメリカ合衆国大統領ジョンカイ・ケネィの 暗殺事件の犯人であるとされるリーハーエイ、e、オズワルドが通信販売で購入し、日本製の4倍率スコープを装着して、狙撃に使用したとされたことで有名である。犯人及び人数については異論があり、実際に使用された銃はこの銃ではないとする説もある。また、北アフリカ戦線に派遣されたイタリア軍の 主要装備であった本銃は戦場に大量に行きされ、現地住民に回収されて、アルジェリア戦争における民族解放戦線側の主要武器となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。